パイミオのサナトリウムはフィンランドのサナトリウムである。南西スオミ県トゥルク軍のパイミオに所在する建築物であり、建築家アルバーアールトによって設計された。現在はトゥルク大学附属の総合病院として用いられている。パイミオチェアトゥルク近郊にある木々に覆われた深い森の中に機能主義と呼ばれる建築様式によって建てられた。 1928年に建築コンペティションの要項が発表され、翌1929年にアールトによる設計案が一等に入選した。1929年に着工が行われ、1933年に完成した。アールトとその妻、アイノは、このサナトリウムのためにパイミオチェアと呼ばれるアン椅クイスを製作している。 エントランス棟の南側に6階建ての病室棟があり、それぞれの病室は南東を向いているため、朝日を浴びることができる一方で、西日が避けられるようになっている。メインエントランスに設けられた車寄せの日差しは、意図的に左右非対称にデザインされている。メインエントランスの車寄せ病室棟の窓は格子状にデザインされている。病室棟の末端には、 ガラス張りのエレベーターシャフトが設けられている。病室棟の東側には外気浴棟がある。病室棟の廊下側の壁面にはルコルビュジエによって提唱された近代建築の五原則の一つである水平連続窓が採用されている。最上階には日光浴や外気浴をするためのテーラスが設けられている。エントランス棟の北側には食堂棟、石棟。 サービス棟のほか、自動車の車庫などがある。食堂は日光を十分に取り入れるために天井が高く取られ、南面には大きな窓が設けられている。サービス棟にある煙突に付随している白色の筒は煙突の熱を利用して水を加熱していた装置である。ありがとうございます。